恋愛禁止っていうルールを変えろ。現実か疑った学校一の美女アミちゃんに呼び出されたのだ。呼び出してごめん。うん、全然いいよ。伝えたいことがあるんだけど。そうなの。驚くべき事実だった。次の日、河川敷の様子をチクられ悪口を言われた。しかし俺はひたむきに努力した。お前顧問からの印象も悪いし、もう練習しても甲子園出れそうにないよ。決められてる未来は死ぬことのみ。それ以外はいくらだって変えられるよ。まあ頑張れ女好き。甲子園が始まったが俺はベンチ。しかし開始直後エースが怪我した。途中交代で女好きかよ。あいつじゃ打てる未来見えないわ。ヤジが聞こえる。でも俺は未来を変えるんだ。ツーベースヒットだ。試合は勝ったが俺だけは泣いていた。あんな陰口言われてきたのに結果残してすごいな。未来って何が起こるか。俺は死ぬ未来すら変えなければいけなかった。急にどうした。俺約束してたんだって、必ずホームラン打つって。急に呼び出してごめんね。ほぼ初対面なのに。本当はびっくりだよ。伝えたいことがあるんだ。私重い病気なの。そうなんだ。誰かに話したかったの。でもなんで俺に。アキラくんって陰キャじゃん。友達も少ないし。おい失礼だな。だからだよ。耐える危険ないし、学校一の美女とかみんな言うけど、私普通の人間だしさ。アキラくんなら等身大で私のこと見てくれるかなって。もちろんだよ。急に来週手術なんだけど、成功確率が 10% なんだよね。だからお金かけてどうせ失敗して家族に迷惑をかけて死ぬなら手術せずおとなしく死のうかなって。ダメだよ投げ出しちゃ。わかった、俺が甲子園1回戦でホームラン打ったら手術受けてよ。この大舞台でアキラ君がヒーローになる未来見えないけど。うるさいな。俺ならその未来変えれるから。ごめんね、ホームラン打てなくて。アキラ君があんなに努力しても変えれないものあるって痛感した。やっぱり私手術受けない。もう少しだけ考え直してみて。甲子園は結局準決勝で負けた。神戸から帰った後すぐに病院に向かった。アミちゃん大丈夫。私やっぱり手術受けることにする。よかった。アキラ君の勇気執念。え、待てよ。息苦しい。いやだ、死にたくない。俺が1回戦でホームランを打ってればすぐに手術を決断させれたのに、俺がこの未来を変えれなかった。